ライマン・ゲイジの肖像画ライマン・ジャドソン・ゲイジはアメリカ合衆国の実業家、政治家、ウィリアム・マッキンリー大統領とセオドア・ルーズベルト大統領の下で財務長官を務めた。1836年、ゲイジはニューヨーク州でロイテルで誕生した。ゲイジはニューヨーク州ロームの学士院で学び、17歳で銀行員となった。1853年、ゲイジは シカゴに移り住み、帳簿係として3年間働いた後、1858年に商業信託銀行の水頭係となった。1868年、ゲイジはシカゴ第一国立銀行に移り、そこで水頭庁、副頭取、頭取と出世街道を歩んだ。そして、シカゴ第一国立銀行はアメリカ中西部において、 最も巨大な金融機関の一つに成長した。1892年、ゲイジはシカゴ・バンコク博覧会協会の会長に選出された。そして翌1893年に開催されたシカゴ・バンコク博覧会シカゴ・バンコク博覧会は工業的に大成功を収め高い評価を受けた。ゲイジは当初共和党の党員であり、1880年の 全国大会に出席し、財務委員会では議長を務めた。1884年、ゲイジは大統領選挙において、グロバー・クリーブランドを支持するため民主党に党籍を移し、クリーブランドの大統領当選に貢献した。1892年、2期目の大統領に選出されたクリーブランドは、ゲイジに財務長官就任を要請したが、ゲイジはこれを断った。 1896年、ゲイジは、銀の自由駐造が、争点になった、大統領選挙において、ウィリアム・マッキンリーを支持し、金本位政権時を掲げた、マッキンリーの大統領当選に貢献した。そしてゲイジは1897年3月に、財務長官に就任し、セオドアル・ウズベルト政権下の1902年1月まで、財務長官を務めた。ゲイジの財務長官就任は、 新聞報道などで、おおむね好意的な扱いを受けた。ゲイジは就任直後に、フィリピン領有をめぐる、米西戦争の資金区面に直面したが、間もなく、戦争は終結し、フィリピン、グアム及び、プエルトリコを含むスペイン植民地のほとんどを獲得したため、戦争出費はすぐに回収することができた。その後ゲイジは、通貨制度を、金本位制を再確立することに尽力し、 1900年3月14日には、金本位法が議会を通過した。世界的な金本位制へと移行することによって、通貨価値と為替相場の安定させ、アメリカ経済の国際収支均衡が図られた。またゲイジは、財務省が金融市場に介入できない無力さを指摘し、国家の市場への影響力向上を主張した。そしてこの考えは、1913年の 連邦準備制度創設へとつながった。1902年1月、ゲイジはニューヨークで銀行家となるために財務長官を辞任した。ゲイジは1902年4月から1906年までニューヨーク市にある合衆国信託銀行の頭取りを務め保守的な経営方針を敷いた。1927年、ゲイジはカリフォルニア州サンディエゴで死去した。 ゲージの遺体は、シカゴのローズヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。